はい、こんにちは。夏林です。今回はですね、こちらのクラシックギターのね、まあ、リペアというほどでもないですけど、まあ、こいつを蘇らせる作業をお伝えしていきたいと思います。こちらのギターですね、リサイクルショップで、1000円で売ってました。しかも、ジャンク品ということです。まあ、1000円のね、値段でわかる通り、まあ、何かしら問題があるんだろうということなんですけれども、まずはね、このギターの状態をちょっと見ていきたいと思うんですけど、そのジャンク品の理由としましては、ここのサドルとここのナットのね、このパーツがない、取れているっていう状態です。でね、それ以外のところはね、まあ、特にまあパッと見た感じ問題ないんですよ。まあ見た目はね、もちろんあの古いギターですからそれなりなんですけれども、それ以外の不具合は全くないし、なのであれいいじゃんでもね、このパーツさえつければ使えるんじゃないかっていうことで、買ってきました。はい。こちらのモデルはね、ヤマハの C150 っていうモデルです。まあ、だいぶ昔のモデルですね。ネックが本当にまっすぐなので、これはすごくいいポイントだし、あとね、トップの膨らみもほとんどないですね。ただね、このペグのところがちょっと、なんかね、これは4弦か。4弦と3弦が、カタカタ言うんだよね。ここはちょっとトントンって叩けば治るんじゃないかな。クラシックギターってね、なんなら弦の張り替えもしたことないので、ちょっとねそこら辺、まあ、チャレンジしながらやっていきたいと思います。で、今回のその作業をするにあたって、弦買いました。まあ、替えの弦2つ分と、あとね、サドルとナットセットを買いました。スチール弦のね、ギターの、ナットサドルは持ってるんだけど、スペアで。クラシックギターだとですね、ここがだいぶ広いんですよね。うん、なので、全然合わない。一応開けてみよう。これ Amazon で600円ぐらいだったかな。うん。割と安いし、これね、牛骨なんですよ。結構しっかり綺麗に作ってあるな。あ、これ、若干高さ調整してあるかな。ほんの微妙な違いだけど。あれ入んねえんだけど。えちょっと待って。あれあれ厚さが、幅はぴったりなんだけど、厚さが、入んねえか。はぁ、ちょっと待って、ちょっと待って。マジか。これ削んなきゃなんないの？入りません。マジか。めんどくさいな。あ、ナットは、いいな。うん。無調整で入りそうな感じ。でもね、ここがね、ちょっとね、あの、前ついてたやつの接着剤がちょっと残ってる感じがするので、それはちょっとね、剥がした方がいいですね。ちょっと削りましょう。あ、これはちょっとやりたくなかった作業だな。これはちょっと地道な。あ、いたたたたたた。お、入った。オッケーオッケーオッケー。まあ、こんなもんかな。まあ、1ミリくらいは削ったかな。はい、とりあえずサドルはこんなもんなので、次はこちらのナット側をですね、ちょっと、まあ、作業をしていきましょう。こちらの作業はね、一回ちょっとカッターで削るような真似をしてみようか。
はい、お次はフレットを磨きます。フレットを磨く前にマスキングをしましょう。スポンジを使います。ヤスリ、スポンジ焼き。おお、きれいきれいきれい。では先にちょっとナットと取り付けていきましょう。ナットはね、まあ、くっつけるだけです。まあ、木工用ボンドでいいと思います。まあ、本来だとなんかタイトボンドとかね、ギター専用のものもあるんですが、今回は木工用ボンドで取り付けます。あまり厚く塗りすぎないように。ここはなんならつけたり外したりするようなところなので、ああ結構がっちりくっつくね。はい、一回ちょっとここ きれいにしなきゃダメだな。マスキングテープを剥がしていきましょう。はい、ちょっと一回ですね、エアブラでちょっと芝を磨きましょうか。若干こう白っぽい感じがあるので、なんか白浮きしてる感じがあるので、うわ、あぶね。一応ここも増し締めはしとくか。多少もし緩んでたらって感じで、本当に力入れない感じで増し締めします。ほんのちょっとでいいと思います。もう手が簡単に止まったらもうそこで終わりで、やっぱり緩いので、要するにここのね隙間が緩いだけなので、
ああ、でも、ちょっとは、良くなったかな。まあ、実際ここが、いるんだがだって、チューニングがずれるわけじゃないんだけどね。お。はい。カタペシー。逆にこっちの方がちょっと目立つ。まあ、多少のクリアランスはしょうがないんだよね。若干叩いてみる。変わんねえか。まあ、いいでしょう。さあ、うまくいくかな。これを、あ、結構巻き癖があるんだ。これがいいことなのか悪いことなのかわからん。基準がわからない。入ってってくれませんが。え、これギャグなのかな。ここで固結びを軽くしといての、そして、これを、こう、一回、二回通すんだってよ。一回、二回通して、で、ここで押さえる。え、これ合ってんの？わ、全然わからん。全然わからん。わー。わかんないってこういうことなんだな。こっちはブランブランなんだよ。こっちを結ぶんじゃないかな。入った入った入った。入ったら、じゃあここで結ぶよ。結んで開いて。一回固結びにする。した上で、これを、上をこうやって2回通す。で、その上でこれを引っ張るっつったって、なかなかこれ引っ張れなくない？あんな動画のようにぐるんとはいってないね。違うっぽいけど止まってはいるから、これでいいことにするよ。どっちに回すの？これわからねえ。 まるでわからねえ。ある程度こう回してるよ、今は。6弦を。間違ってたらごめんね。半音段ぐらいになってんだけど。半音ダウンだよ。まあまあ。うわ、広い。チューニングが安定しません。
ここか12フレットにマークがないんだけど、一応完成ということで、はい、もうご勘弁ください。ここら辺はちょっと見なかったことにして、ちょっとね、やっぱりチューニングもね、まあこれはクラシックの宿命みたいなところもあると思うんですけれども、やっぱりね、特にプレーンゲンは多少巻き方って、なんだ、オーソドックスな巻き方からちょっと若干工夫っていうのが必要になってくるような気もしますけどもね。まあまあこんなもんでしょう。はい、とりあえず1000円で買ったギターが、まあ、蘇ったことは蘇ったですね。はい、まあ現行はだいぶ高いんだけれども、ちなみに今回買ったこのダダリオのストリングアクションゲージで現行を測ってみると、嘘、これで 3mm? いや違うな、 3.5 か。うん、あ、3.5、 いやもうちょっとだな、 3.6 とかそんぐらいですね。うん、やっぱりちょっと原稿は高い感じですけれども、うん、まあもちろんサトルはまだ余裕があるので、原稿調整はできるんですけれども、なかなかあの僕もそのクラシックギターをここまでちゃんといじるのは初めてなんで、うん、勝手がわからないところも多かったんですけれども、まあ一応こんな感じにはなったかなという感じです。はい。とりあえず使えるようにはなったかなっていう感じで、はい。まあ一応のめでたし、ハッピーエンドということで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後もご視聴ありがとうございました。ナスパイシでした。バイバイ。